はい、皆さんこんにちは、モロトフです。ウォーテイルズ続きをねやっていきましょうか。現在ねリッチですね、600ゴールドを持っております。今回もね行商から強いね防具もしくはね武器を買うっていう感じでふらふらね街周辺を歩いてみようと思います。とはいえですけど食料が必要なのでマトン5個ぐらいでいいでしょうか。ゲットしておきましょう。そしたらねマトンをねあらかじめ焼いておくというねいつもの作業をしていきます。こんな感じでいいかな。はい、5個ですね。よし、そしたらば外に出るという感じですね。ちょっとね下の方に行ってみましょうか。こちらの行商は違いますね。そういえばマップ上にさ施設ってありますよね。例えばこういう農場、ウェルシーファーム、なんでしょうか。今回はこういうとこをちらっとね寄っていくという感じもいいかもしれないですね。寄っていきましょうか。はい、そうすると3人いますね。彼女がなんかクエストを持っていそうだ。どうやらねこの旦那が貧乏なためにコソ泥をしちゃったようですね、バンディッツと一緒に。そしたらば捕まってしまったということで、捕まったね相手がすぐ目の前にいるようですね。私にはこの奥さんからバンディッツを呼んできてくれと、助けてくれと言ってますね。ちょっと引き受けてみましょうか。おそらく彼らに捕まってしまったということだと思いますね。何を盗んだかっていうとこれなのかな。穀物、小麦をね5つだけ盗んだんだ。それで捕まってしまったのか。ちょっとかわいそうだな。かなり貧乏そうですけど、上の湖の近くにバンディッツがいるよと言ってました。おそらくなんだけどここじゃないかな。ね、前回言ったよね、こいつらってなんか盗賊集団みたいな感じだったよね。早速あの男をね助けてもらうために交渉していきましょうか。彼女がねリーダーのようですね。はい、旦那がね捕まっちゃったよと言っておきました。そしたら仲間だから早速ね向かいますと言ってます。さあ空っぽになったぞ。これゲットできそうだ。お、やってた。お酒、サイダーとかもろもろですね、ゲットしておきましょう。そしたら我々もね下に行きましょうか。今回は彼らがね敵というか逆にね味方な雰囲気になってますね。ただね私がねバンディッツの仲間になるのかっていうのはちょっとね疑わしいというか考えるべき問題だと思いますね。さあ私このまま戦闘にね加わる可能性があるんですけども、アクションポイント3しかないのでここでねちょっと休憩をねしておきましょうか。食料はね十分あります。それでサイダーとか飲んでいきましょうか。ワインも飲んでちょっと休憩すると。これでね、アクションポイントはおそらく9になると思いますね。そうだね。これで戦った方が良さそうだ。それでは早速加担していきましょう。そしたらばね、バンディッツのリーダーがね、このリーダーとね、交渉していますね。うん、旦那をね、逃せと言ってます。ただね、こっち側は、あいつはね、悪人だからね、しょっぴくぞという感じか。戦いに参戦します。そうすると、どっちにね、参戦しますかと書いてありますね。これは悩みどころ。おそらくね、こっちはね、正義の味方ですね。そしてこっちは、まあね、人情味のある悪い奴らと言ったことでしょうか。まあ我々もね、しがない傭兵団ということで、特にね、正義の味方というわけではないので、今回はね、バンディッツの肩をね、持つということで参戦に加わります。はい、それではね、戦闘が始まりましたね。今回は、バンディッツ3人含めた我々のチーム12人ですね。対する敵は10人ということで、塊敵ですけど、ここに3人いますね。で、下の方にもこれ3人いるのかな。で、ちょっと離れて、好都合ですね。ここに3人いるという感じですね。彼らがこっち来るまで時間かかるんで、その間にね、こいつらをやっつけるという作戦で行きましょうか。その方が良さそうだよね。それではね、まず弓兵から行きましょう。サクッと弓兵上の方に行きましょう。そしてこいつを射る感じでガツッとまずやっておきますね。それでまだ入れますね。2回連続でアクションポイントを使います。そしてターンを送ります。早速敵ですね、下の方に来ました。ほうほう、こんな感じか。8ですね。まあ大したことないかな。アクションポイントをゲットできました。そしたら味方のねバンディッツですね、23、頼もしい。やったね、こいつリーダーだと思いますね。さすれば私なんですけど、こっからやっちゃいましょうか。こっからこのハンマー野郎怖いですよね。ハンマー野郎どんどん行っていきましょう。さらにちょっと近づいて、よいしょと、こんな感じで行きましょう。そしたらば私こっちの方にちょっと逃げておこうかな。ハンマー野郎はねぐるっとした攻撃をねしてくると思うんですよね。さあ豚野郎です。行きました。ガツンと。ちょっとねこの豚野郎がね弱い感じがしていて、そろそろ
死んでしまうんではないかなと皆さんもね不安がっているとは思うんですけども、続いて私ですね、こいつ行っちゃおうか。とにかく一人ハンマー野郎を倒すということでいきましょう。ガツンと、はい、これで倒せるでしょう。まずは一人狩りましたと、アニメーションで怒りですね。よしよしよし、さすれば私もね動けるんで、こっちに動いておきましょうか。もうちょっと近づいた方がいいかな。なんでかというと豚野郎をね守るためという感じです。はい、ハンマー野郎が来ました。うわ、ここ来た。ぐるっとやる気でしょ。うわ、これがえぐいんだよな。やばい。しかもブリーディング付き、やばいよね。そしたらばこいつをいります。よいしょと動かしておきましょう。そして私は私でこっち行く。そしてこいつが動いたら撃つという感じにしておいてターンを送りましょう。6か、えぐいな。そしたら続いて私こいつを攻撃します。ザクッとやっておきますと。はい、やりましたと。そして動いたんでいりましたという感じか。うん、そしたら私はどうだろう、こっちの方に行ってプロテクションするっていう技で行きましょうか。はい、これでターンを送っておきます。そうだよね、そうするとこいつに来るからね、強いからね。とはいえちょっとね体力相当削られてますけどね。さあこの人たちゆっくり来ます。トラップに引っかかった。よしよしよし、近づくまでに時間がかかる。そしたら私ですね、彼はどうするかと、ひとまずこいつやっつけちゃいましょうか。近くに行ってぶっ刺すからのね、槍ですね、槍投げ、よいしょと。はい、やっつけました。そしたらこいつ上の方に行く。二人いるんだよな。下は何人だっけ。三人か。うん、私下の方に行く感じで行こうかな。よいしょと。そしてターンを送る。はい、味方ですね、こっちまで来てくれて、よいしょと。19か、いいでいいで、ポイズンになりました。そしたらば敵が来ます。上の方に来ましたね。はい、いいでしょう。ザクッとやって16、かなり強いぞ。そしたらば今度は私ということですね。こいつやっちゃいましょうか。よいしょと。かなりね硬いんだよね。そしてチャージもしとこうかな。よいしょと、チャージで10。さらにこれはもうお任せできる感じがしますので、ちょっと上の方にね移動していきましょう。はい、そして敵かな、味方ですね、弓矢ですね、遠く離れてからの攻撃をしてガスッと。はい、あと一撃ですね。さあ敵の方は来ますけども、接近戦なんで近づけないでしょう、苦しいでしょう。そしたら続いて私でしょうということで、こっち行きましょうか。ここまで行きます。ツッツッツッと。そしたらアクションポイントを1ポイントゲットしつつなんですけども、ザクッと行っておきます。ザクッと。はい、そしてね槍も投げておきましょう。2人行きたいけど行けないか。よいしょと、1人だけにしておきます。はい、そしたら私動けないんでターンを送ります。はい、来るね。うん、17、強い。そして下の方に逃げる感じですかね。ほいほいほい。そして9食らってます。やったね。さあこいつも来るまでに時間がかかりますので、時間稼ぎに十分なってますね今回ね。この体勢ほんといいね。そしたら続いて私か、近づいちゃいましょうか、殺しちゃいましょうかね。ザクッと。はい、やっちゃいました。さらに下行ける？なんか投げときたいんだけど、投げる距離はないのか、残念。一応確かめてみるけど、ギリ投げられそうかな。投げておきましょうか。よいしょと。はい、投げて11。よしよしよし。そしたらば敵が来ますよ。こいつどうだ、こいつに来そうだな。うわ、来た来た来た。うわ、殴ってくる。うわ、えぐい。14。やばい。ね。そしてブリーディングと。はい。そしたらば私か、こいつのターンではなくて違うやつのターンにしておきましょう。一旦そうだな、ここまで行こうかな。ここまで行ってこいつを刺すと、移動させると。そしたらばこいつを投げると。はい、12ですね。そして私は下に行ってぐるっと体勢にしておきます。そしたらね弓がね有効になるので、こいつを刺すということで殺していっちゃいましょうか。よいしょと、やりました。よしよしよし、かなりいい調子。そしてこっちの方に行っておきましょう。はい、そしたらば5食らっちゃいましたよと。はい、イノシシ野郎がこっそり攻撃しておりますと。続いて私ですね、こいつか、選択肢はこいつしかないのかな。ザクッとやっておきましょう。さらにですけどザクザクとやっておきましょう。はい、怒りということですね。そしてターンを送ります。敵が来ますよ。こいつやばいかもしれない。近づかれた。やばい。カーンとやられてますね。7ですね。アクションポイント1ゲットしました。ありがたいね。そしてようやく1人倒しましたと。よしよしよし。バンディッツさんもね、ちゃんとね、活躍してますよね。そしたら私、一気にここまで来ちゃいます。1人やっつけちゃいましょう。弓兵ですね。
よいしょと、3と、はい、やっておきました。頭にね、当たったね。あとはアクションポイントをさらに使えそうなので、こいついきましょうか。ザクッと15ですね。強い強い。そしたらターンを送りましょう。はい、槍が来ましたよ。こっちまで来て、こいつ狙われる？大丈夫かな？おし、狙われなかった。そしたらチャンスですね。こうやっていきましょう。ガンガンガーンといきます。そしてね、もう一回攻撃しちゃうから、こいつやろうかな。ザクッと、はい、26ですね。そしたらば、私はプロテクションにしておこうか。アクションポイントね、今回たくさんありますね。そしたらば、味方でさあ、近づいたぞ。ぐるっとやってくれ。よいしょっと、はい、二人。うわ、すげえ強い。やばいやばい。かなり強いね。そして私ですね、弓兵か、どうしようか、ここら辺まで行く。味方に当たらないか、ちょっと心配なんだけど、行きましょうか。よいしょと、はい、当たらなかったね。さらにね、これで監視しておきましょう。はい、こんな感じ。そしたらば、味方バンディッツの弓兵が来ました。行っちゃってください。行け。よいしょと、22。えぐいね。ここに来て、えぐい。さあ、ハンマー野郎が殴っております。続いて私ですね、そろそろちょっと勝ちがね、見えてきた感じですよね。さあ下の方に行きましょう。ただね、気を緩めるのはやばすぎる。はい、6ですね。続いてガッツンと来ました。危ない危ない、あと一撃で危ないね。さあ11も食らっている。さあ続いて私か、どうしようかな。ここに行こうかなね。それで周りを囲んだよということでザクッとやっちゃいましょう。16になりました。はい、動いたので27、えぐすぎます。そしたらば続いてさらに近づいておきましょうかね。こうしておく。そしてターンを送っておきましょう。はい、味方です。どん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 行ってください。こちらですね、ザクッと行って33。おうおうおう、すごいね。そして私です。最後やっつけちゃう。捕虜にできないね。敵はね、バンディッツじゃないので捕虜にできないということだと思いますね。さあそしたらこっち行ってチャージしちゃいましょうかね。その方が良さそうだ。チャージしていきます。よいしょと、はい、15です。そしてターンを送りましょう。アクションポイントがなくなってきました。敵ですね、ガツンと来ましたが、私は強いよ。はい、11、自分から死んでった。残り1人もね、容赦なくやっつけていきましょう。いきますよ、斧を振りかざして最後フィニッシュ、41。やった、かなりね、強いぞ。よし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 。はい、ということで今回もね、敵倒しましたね。74ゲットですね、ゴールド。はい、そしたら強いね、防具もゲットしましたよ。これ早速誰かに着させましょうか。接近戦のやつが良さそうだ。彼ちなみにレベルアップしてますね。力をね、レベルアップさせましょう。どうだろう、レベルアップしたね、彼にこれを持たせるということにしておきましょうか。そして新入りの彼ですね、彼にはこれをね、着させておくということで、さらにね、強くなった感じだと思います。今回はね、特に、ヒールとかしないで、クエストのね、報酬を受けていきましょう。盗賊の頭ですね、ありがとうということで、今回は、石鹸ですね。そうなんだ、石鹸。あとね、なんか評判ポイントもプラスされておりますね。お金じゃないんだ。石鹸腰にね、ぶら下げるやつみたいですね。早速ぶら下げてみる。これですね。なんかね、我々が悪事した時に疑われるポイントっていうのがね、増えていくんですけど、それがね、こう減少するよっていう石鹸のようですね。まあ我々全然悪事はね、していないんですけど。よし、これでこの男もね、無事ね、元気になったということで、この農場はね、一見落着のようですね。よかったよかった。お金があんまり増えていないけど、その分ね、一応アイテムもらったから、我々にとっては今回もね、プラスだと思いますね。それでは村の方に向かいましょう。ちなみになんですけど、今回のね、クエストを受けたら、こちらが新たに解放されました。ヘイブンという場所ですね。どうやらここに行ってこいということもあるのかもしれない。次回ね、行ってみましょうか。その前に修理もろもろしておきましょう。これでね、防具は修理されました。これも一応売っておきましょう。こっちもね、売っておく感じで行きましょう。あとはですね、クリニックに行っとかなきゃいけないね。ヒールしておきましょうか。60か。はい、60払って回復しました。560になりましたね。ちょっとね、お金は減ってしまいましたけど、我々はね、さらに強くなっております。続きがね、見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。Heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack, pack, here. Pack, in. Pack, pack, here. In. Pack, here. Pack, pack, here. In. In. Back, coast. Hold back, there. In. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.